ライター斉藤ですすがおお二人によろししくお願いいたします明日はやはりあのスクラムとラインアウトをかなりあのウェイトを攻めてくると思いますがそれぞれ相手に対しての、まあ、対策ではどんな、えー、スクラムラインアウトをやりたいかおお二人にお願いしまずはスクラムからあのアルゼンチンスクラムにすごく自信を持っていると思います、まあ、組み方に関してもあのずっと分析してきていますし 審査を中心にフロントローを中心にたくさんの対策を練っていますまずは8人で固まって方向性をしっかりと同じ方向を向けるようにというところいつもやっているところなんですけどこうジャパンのスクラムを組んでいければうまくいくと思いますしまずセットアップ相手との間合いレフリーとのコミュニケーションそういったところを含めてやっていければいいスクラムを組めるんじゃないかなと思っていますラインアウトもあのプレッシャーかけてくると思っていますし 自分たちのマイボールももちろんですけど相手ボールでのモール中盤でのモールペナルティーを狙って組んでくるんじゃないかなという,ふうにも思っていますそういうところでのプレッシャーのかけ方というところも共通して練習してきているのでそれを出せればいいプレッシャーかけられるし自分たちのボールもいいところを取れるんじゃないかなと思っています。 そんな簡単に、ね、一発を狙ってプレッシャーをかけれるほど甘くないと思っているので80分間かけてスクラムもラインアウトも相手にしっかりプレッシャーをかけれる準備はしてきたつもりです。こう細かい内容というのはお話しすることはできないですけど大事なのはマイボールを確実に供給してバックスに板も球を出すことで相手ボールに対してどういった形でプレッシャーをかけていくのか。 その詳細を一週間突き詰めて準備してきたつもりです。フリーランスで迎えています。お二人にお伺いします。先ほど芝でスクラム組まれたと思うんです。そのあたりの感触を聞かせてもらえますでしょうか。 個人的な感覚ですけどトゥールーズに少し似ているなというふうには感じましたすごく芝の状態もよく感じましたしこういった芝であれば自分たちが準備してきたものっていうのを自信持って出せるんじゃないかなそう思ってますはい、えー、同じでいい芝だなというふうに思いましたあの8人誰も滑らなかったんであの明日も誰も滑らずに自分たちのディテールが出しやすい ジャパンらしいスクラムを組みやすい芝じゃないかなというふうに思っています、はい、改めてもう一つお二方にお伺いしたいんですけど、あのずっと8年間、長谷川新さんと一緒にスクラムを作ってきたと思うんですけれども、この長谷川新さんのロジックとか、えー、とここまでの積み上げについて、今思ってらっしゃることを聞かせてください役割を一人一人明確にしたスクラム、まあ、役割を一人一人、本当に明確にしてくれたっていうのが、僕が新さんに対する。 まあ素直な思いですねこ一人一人役割が明確になることによって逆に言うと一人でもその役割を果たせなかったら同じ方向に進めないそういったスクラムを8年間かけて構築してくれたと思ってます、まあ、だからこそ明日そういった一人一人役割っていうのを大切にしてディテールを突き詰めたスクラムっていうものをグランド上で発揮できるようにやっていきたいなと思ってます 同じようにあの一人一人の役割っていうのはもちろんですし、えー、スクラムっていうのはフロントの3人だけで組むもんじゃなくて8人全員で組む一人一人のディテールがあるっていうところが、えー、新さんのスクラムでの、えー、大きな、えー、意味を持つポイントだと思います、えー、特に一人一人の方向性ですねどこの方向に押すかっていうところが明確になっていて足の位置相手によっての間合いそいっとところの8年間の中でもルールがたびたび変わってきたんですがそのルールの中でも その中で日本代表に合うスクラムっていうところを突き詰めながらここまで来れているので今、すごくベストに近い状態に来ていると思います明後日のゲームではベスト出せ,出せるんじゃないかなという,ふうに思います。 テレビのとみたらの二人選手にお伺いしますあの決勝トーナメント進出に向かうにあたって最後の後半のラスト20分というのが一つテーマかなと思うんですがその最後20分どういう戦いになるかという想定とそれに対してえ今、いろんな選手が怪我だったりとかチームの,あのメンバーもいろいろ変わりつつある中でどういう思いで最後の20分を迎えたいかというところをお伺いさせてください。この方がいいでですか20分出てるんで そうですね。<laughs> 多分僕20分あの出てることになるんじゃないかなというふうに思ってます。インパクトのプレイヤーがどうゲームに関わって、どうチームにエナジーを持っていくかっていうところを1週間突き詰めました。先週のゲームではその最後の20分でインパクトで入ったメンバーのミスももちろんそうですし、ずっとその60分間出続けた選手が疲れてきている中でどういうふうにチームとして ゲームを進めていくかというとこ,ろでのところでサモアに対してプレッシャーを受けてしまったという部分があったので最後の20分どういう風にやるかというシナリオというところでは1週間、いい形で進めてきていますしどういうプランがあって何が起こったときにどうするというそういうところのシナリオもやってきているのであのいろんなところに対応できる頭と体は作れてきているんじゃないかなと思っています。 これ僕も言った方がいいですよ、ね、じゃあ、えっと、どんな思いで臨むかというお気持ちの部分をお伺いさせてくださいけが、まあ、人が出ているということは、ね、チームとしてもすごく残念ですけども、まあ、何より残念なのはその本人だと思うので逆に言うと、次は勝たなければその本人がプレーする機会は得られないということなので、まあ、そういった部分もしっかり背負って自分のやるべきことっていうのをしっかりやりたいなとみんなその思いを持っていると思います。 日本テレビの長野と申します稲垣選手にお伺いします。あのこちらに渡る前に、えー、チーム力というのはそのプレッシャーをはねのけてそれを突き抜ける選手がどれだけ多くなるかとそれによってチームが強くなるという話をされてましたあの3試合を経て稲垣さんの目にはその突き抜ける選手も含めてどういうふうにチームの成長というのは映っているでしょうか。すごくプレッシャーかの中で 試合を続けててきた、そういういに感じています。まあ、初戦もすごいプレッシャーというのは全員感じていたと思いますしイングランドもそうだと思いますそして、先週のサモア戦負けたら1リーグ通過の可能性がすごく低くなってしまう、まあ、そういったプレッシャーの中で、えー、自分たちが準備してきたものを出して勝ったとっいうことが選手は全てだったと思います。そういった意味ではチームの状態というのはすごく良くなってきていると思いますし 逆に言うと、次のアルゼン,アルゼンチン戦のためにすべてを持ってきている、みんなその覚悟の表れがこの1週間、すごく見えました、なので自分たちが準備してきたものをすべて出す、まあ、その一言に尽きると思います、間違いなく選手個人個人の能力というのも上がってきていると思いますし、それに乗じてチームの能力というのも比例して大きくなってきていると僕は思っていますありがとうございます。 スポーツチの大谷と申しますと稲垣選手にお伺いしたいんですけれども沖縄の藤井さんが、えっと、ミーティングの中であの刀を抜いたらしっかり振り抜くようにというお話をされて稲垣さんがされたというお話をされていたんですけれども改めてこうどういった思いでチームにこうどういう思いを、えー、どういう言葉で伝えられたのかを教えてください。 ディフェンスのミーティングの時に、まに、あ、その言葉を使わせてもらったんですけども、まあ、日本人の昔に習う文化として、まあ、侍って本当は刀を抜くということはすごい厳しい状況だったんですね、刀を抜いたら相手を殺すときか自分が死ぬか、その2択しかない状況、今、チームの状況がすごくそれに似ていると思って。 勝たなければ次には進めないですしまさしくそういった状況だと思いますそういった状況の中で自分たちその刀を振る準備をしてきたその自信を持ってますし逆に振らなければ自分たちはやられてしまう全員が自信を持って振れる準備をしてきたつもりです姫野キャプテンもその刀を振るための準備を1年間いや今までずっと何年間もかけてやってきた刀をずっと研いできた 振るための技術をみんな積み上げてきたね自信を持って言ってました。今その刀を振る時だと思っています。坂手選手にもお伺いしたいんですけれども、あのサマーセンでサムライタイムという言葉をみんなで共有したっていう言葉って、はい、こう何か一つのワードを選手皆さんで共有されるっていう文化はえっとすごくうらやましくから私も感じているところなんですけれども、改めてそういうこう一つの言葉をみんなで共有する。 うーんチームの文化というのはどれくらいこう、感じでありますか今までも、まあ、今回の侍タイムえだけに限らず、今までこの日本代表っていうのは、言とっていうのをえ大事にしてきました、絆であったり、勇気であったり、導いていく力であったり、それをたくさんのこう言葉をえ使ってきている中で、それをこう言葉だけで終わらすんじゃなくて、それをこうプレー、こう自分たちのこう体現していこうっていうところに、重きを置いています。 前回のサモア戦での侍タイムあのそれよりいい侍タイムっていうのが今回見せれると思いますしこう侍タイムでのこうみんなのその時間での集中力であったり遂行力であったりそういうところにフォーカスして練習をしてきているのでその言葉だけで終わるんじゃなくてそれをどうフィールドに落とし込んでいくかっていうところも含めてあのずっと練習してきています、それが今あのどのタイミングで来るかわからない80分、ほとんどの時間が侍タイムかもしれませんし そういう,こう厳しい時間っていうのを乗り越えるための言葉、それを言葉を発した時点で体が同時に動く、そういうところまでみんなの意識のレベルまで来ていると思うので、はい、そういう意味でも大事だなと思っています。 Est-ce que c'est un des matchs les plus importants de l'histoire du rugby japonais, au même titre que l'Afrique du Sud 2015 ou même en 2019 Est-ce que c'est un match qui peut marquer un virage dans l'histoire du rugby japonais mmh ,まあ,南アフリカ線 まあそういった意味合いについて答えるのは難しいんですけれども、まあ、間違いなく言えることはこのアルゼンチン戦を勝って2大会連続で決勝トーナメントに進むということは日本ラグビーが一貫性を持って準備してきたことが結果として表れたそういった意味ではすごく大きな意味を持つと思っています。 その南アフリカ戦の時には僕はいなかったので、その同じ立場かどうかわからないですけど、南アフリカに勝った時、2015年は大学生でその試合を見てました。あのその試合っていうのをすごく大きな影響を受けて今ここにいます。今年の2023年の今回のアルゼンチン戦もそういった意味でこう未来につながっていくようなそういう思いを持ってくれる選手たちが日本にもたくさん生まれてくれると思うので、そういった意味ではすごく。 大事な犠牲になるんじゃないかなと思っています。ラグビーマウジン田村です。とお二人に聞きます。と情熱的なあのスクラムを組む相手との試合の直前フロントロードとしてどういう気持ちの高ぶりがあるかということと、今あの二人ご自身とチームに対してすごく自信を持っているように見えるんですが、そのあの根源理由を教えてください。 気持ちの高ぶりあんまり、まあ、そういったことは感じてないかもしれないですね、個人的には。大事なのは、自分たちがやってきたことをグランドで出せるかどうか、そこだけだと思っているので、その準備をしてきた、その自信があるっていうのは間違いないです。で、その準備してきたものを100%発揮することができれば、相手に打ち勝つことができると、そう信じてます。 それだけの準備をしてきたということが自信の表れだと思ってます、はいま、えっとうん、もちろん自信ありますしわくわくしていますしただ緊張する部分ももちろんゲームではあると思います、えー、ゲームの中で相手がどういうスクラムを組んでくるかまたどういうフィールドの中でのプレーが起こるかどういう状況にチームが陥るかというのは今の中での想定として分からない 部分はありますそこでの自分たちの熱さエネルギーも持たないといけないですけど冷静さも同時に持たないといけないと思っているので今までやってきた自分たちが積み上げてきたものをどう出すかどのように出すかというところを全員がそのフィールドに出ている全員が同じページを見れるかどうかというところで日本代表のプレーがアルゼンチンに対して通用するかというところが決まってくると思うので熱さも持ちながらまた緊張も。 持ちなながらたただ冷静にに自分のプレーをしたいなといとううふうに思っていますす通信の伊藤ですまず稲垣さんにお聞きしたいんですけれどもアルゼンチンというのは本当にフォーカスを当ててきた試合あの相手だと思うんですけれどもある種、も分析的にもこう丸裸にしてきたというようなイメージかなと思うんですけれどもその相手に対して一番やりたいようなゲームそして、 一番やってはいけないようなこうゲームっていうのはそれぞれどういうようなゲームになるでしょう相手がどういったラグビーをしてくるかっていうのはチーム全体で予想できてますでも同時に相手も自分たちがやるラグビーっていうのを予想していると思ってますそういった中でじゃあ日本代表が何を一番大切にしているかまあ、細かいことは言えないですけど戦術的な部分もあるので 何回も言ってますけども、準備してきたことを100%そのグラウンドで出せるかどうか、それがすべてだと思ってます、出せなければ負ける、出せれば勝てるという自信を持ってます、逆に言うと、一番やってはいけない部分、僕は反則を重ねることだと思ってます、まあ、スコア的にも、すごいロースコアな試合になるんじゃないかなと思ってます。 そういった中で、一つの反則が三点につながりますし、一つの反則が。一気に陣地を回復させて、相手に勢いを与えてしまう、そういったようになりかねないので。反則を減らすということは、すごく大事な意味を持つと思っています。あの、ありがとうございます。あの、坂地さんには、あの。まあ、チーム全体を見たときに、この最後、このリ、リーグ最後の一戦というのは、これまでの試合。 と違ったなんかこう緊張感が走っているのかそれとも今までの3戦通りと同じような気持ちで持っていけているのかこうチームの中あるいは阪瀬さん個人でもいいんですけれども何かこう違いを感じたりとかあるいは感じなかったりとかまあそういうようなところでちょっとお聞かかせいただけますか試合によっての,あの差というのは大きくはないと思いますけどえこの3試合を戦ってきた自信の積み上げというところはチームの自信になっていると思っているので。 それに対しての自信を感じるっていうとうころはあります、えー、ずっと積み上げてきていますしこの3戦でイングランド戦でできなかったことサモア戦でできたこと3試合投じてできたことできなかったことたくさんありましたけどその中でも自分たちがやってきたことをやればプラン通りにやればそれを遂行できればいいラグビーを見せれるというふうに思っているのでそこのチームの戦っというのは感じますしまた一体感ですねここ結束したいいチームになってきていると思うので姫野を中心に。 あのすごくあのいいチームになってきたなという,ふうに思います。